池袋なう、浅川図です。ちびりアんです、えー。今年もね、もう12月入りましたけれど。入っちゃいましたねアンジャッシュの渡部さんがね、なんとこの、今日収録してるこの、12月3日か。うん、謝罪の記者会見をして、年末のね、ガキの使いに出るんじゃないか っていうことで今ねネットでこの渡辺アレルギーなる言葉がまあトレンド入りしてるわけなんですよねはいダウンタウンのまっちゃんなんかもちょっとそのガキ塚に出るっていうのが先にすっぱ抜かれちゃってかなりご立腹だとうん。まあなんでこのタイミングで記者会見なのかっていうのはちょっと とね、確かに腑に落ちない部分はありますけれど。そうなんですよね。腑に落ちないんですよね。全然。事件をみんなが忘れた頃には、こう、謝罪会見っていうのが何かな確かに。うーんっていう感じはあるけれど。まあ、うん、ただこの渡辺アレルギーっていう言葉を使うのは良くないねっていうのが、まあ大体ネットの反応だわな。これはいじめと同じじゃないかっていうふうに指摘してる人も。 まあ多いんだけれど。それはそうですね。確かにそうだな。ただまあ謝罪会見としてはもっと早くやった方が良かったのかなっていう気はするかな。渡部の何が悪かったって、なんか逃げた感があるんじゃないですか。あの騒動が起きた後に、なんか、報道される前にもう布石を打ったというか、報道される前に活動休止するみたいなことを、ああ、はい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 。確か言ったんじゃなかったかな。出る前に活動自粛を先に 言ったんだよなあと多分みんなが渡辺アレルギーだって言ってる理由はあんな可愛い奥さんがいるのに <laughs> っていうなんかそれも絶対あると思うこんなに性欲強い人からすると関係ないんだろうな奥さんが可愛いとか <laughs> <laughs> で、まあ、このガキツカとか、まあ、今までもそうなんだけど、その、えー、アパポイントの不倫で、えー、なんだっけ、ハカマタさんとか、あとはまあ、4WD 不倫の原田隆二とか、<laughs> あとベッキーとかも出てたよな。だから、<ー>みそぎっていうかな、なんかこの、罰ゲーム的な感じで出てきて、まあ、ガキツカに出ると許されたみたいな感じにはちょっとなってるよね。 今回、今回というか今日の謝罪会見も、その、まあ、ガキ使で出る布石だろうと、まあ、見られてるわけだわな。これをだから、まあ、ま、あ観測気球というのかな。今回だから、こういうふうに小出しにしてみて、世の中の反応を見て、それで、 あの、まだ編集できるだろうから。カットするかしないかを考えるうん。それをなんか日テレ側が探ってんじゃねえかなっていう気はするんだよね。私もそれはすごい思ってました。うん。だからこういうふうに小出しに情報してるのかなっていう。で、まあ今日記者会見やるとして、そこで判断するのかなと。あの、不倫って。犯罪じゃないじゃないですか。うん ただの不倫だったらね。そう、これ言うと、またなんかいろいろあれかもしれないけど。だから、袴田さんとか、原田隆二とか、ベッキーとか、まあ、ベッキーの場合はちょっとなんか、すごい大変なことになっちゃいましたけど、すごい、そんな罪を犯し、うん、罪は犯したのかななんかわかんないけど、逮捕案件ではないわけじゃないですか、不倫っていうのは。<laughs> ね、前科がつくわけではない。すごい軽い感じ。 軽い感じでもないけど、まあ、ガキツカに出て、笑いが取れるレベルの、なんつーのかな、だったけど、今回の渡部さんの場合は <laughs>、うん。えぐかったんですよ、なんか <laughs>。トイレでってことを考えると、まあ、迷惑行為も入ってくるわな。あと、お金渡してるっていうのも報道されてたから、<laughs> なんか、それも結構、うわーって思っちゃったんですよね。ガキツカに出たとして、どういうふうにオチをつけるのかなっていう。そうそう,そう、まあ、例えばさ、じゃあトイレから出てくるとか、そこで笑えるかどうかっていうところなんだよね。ぶっちゃけ、俺は笑っちゃうけれど、引いちゃう人もかなりいるだろうなと思うんだよね。いや、私引くかな、もしかしたら。<laughs> いや、そもそも、<laughs> 私がもともと好きじゃないからなんですよ。ああ、まあそれもあるんだろうな。うん、それはすごい。<laughs> もっともっとダメだこいつって思ってた人だから。<laughs> <laughs> 余計じゃないですかね。いやー、でも、ガキ使で多目的トイレから出てきたらめちゃくちゃ爆笑すると思うけど。<laughs> ただでも、嫌悪感を感じる、まあ、特に女性が嫌悪感を感じるだろうなっていうのは、これ多分男と女でやっぱまた違うんだろうな 違うでしょうね。私はどっちかっていうと、今回の場合は剣を浮かん。だから例えば、アパホテルから袴田さんが出てきたら超笑うし、<laughs> 4WD から原田さんが出てきたらめっちゃ笑うけど、車から出てきたらめっちゃ面白いよな <laughs> めっちゃ笑うし、ベッキーがゲス歌ったらめっちゃ笑う。それは、それは絶対笑うけど、今回多目的トイレから出てきたら私は引くと思う。<laughs> <laughs> いや、だから、お笑いの線引きってほんと難しいよね。いやー、難しいですね。結局、ギリギリのとこが一番面白いわけじゃんうん。肉も腐る寸前が美味しいって言うけどさ、腐ったらアウトなんだけど、腐る寸前までは超美味しいっていう、この。<laughs> 熟成されるからね。そう。それをだから、この、テレビ局がとか、このダウンタウンとかがどう判断するのかっていう、この、ま、あ OK を出すのがね、このまあ上の人だろうから、うん、まあちょっとな、今の段階だとカットされる可能性もあるよな。まあ、大いにあるんじゃないですかねあ。あとそうそう、それで思い出したけど、昔ほら、ガキ使で、 ハマちゃんか。なんかあの黒人っぽい格好して、それがちょっと黒人差別になるんじゃないかっていうんで、炎上したことあったもんね。ありましたね。なんだろうな。まあ、コンプラそのどんどん厳しくなってるってもあるんだろうけれど、この笑いとそういうコンプラのバランスが、ま、まあ、昔よりやっぱはるかに難しくなってきたよね。もうそうだし、まあ、その日本の教育的に、あの、なんて言うんでしたっけ、いろんな 国の人がいる文化じゃなかったじゃないですか。多民族。ダイバシティーつなぎか。そうそうそう。そういう文化じゃないから、そもそも教育の時点で、多少は触れますよ。多少は黒人差別があるとかそういうのは触れるけど、実際にじゃあ日本で、その、目の当たりにした人っていうのはそんなにいないはずじゃないですか。今だからちょうどね、ナイキの CM でそんな感じで荒れてるもんね。うんうんうん、なんか肌の色 とかを気にしたことがまずないかったから、で、私も別に黒人さんがいようが白人さんがいようが、そんなの気にしないし、なんかその差別対象になるっていう感覚がわからないわけですよ。昔はそれこそほらシャネルズとかが黒く塗ったりして歌ってたってもう問題になったりしたからさ、うん、それ当然シャネルズからしたらね、差別じゃなくてリスペクトでやってたってことなんだ だけれど、まあそれがなかなかこの、できにくくなってきて、まあ、渡辺の件に関しても、まあ昔だったら平気だったんだろうけど、今じゃ難しいだろうな。不倫は芸の肥やしって言われてたぐらいですからね。お笑い芸人からしたら、不倫なんてもうそれをネタに一本できちゃうぐらいだったわけだから、 まあなんか差別と不倫もまた違いますけどね。まあね。まあそこに関してはな、アップデートしてかなきゃなんないし、まあ日本も世界基準で考えなきゃいけないんだろうなと思うけど、この不倫とかに関してはすげえパーソナルな部分だからさ。うん、周りがね、とやかくね、 いうことでもないはずなんです。本来はね。そう、本来は。だから多目的トイレ不倫も本来は周りがとやかく言う必要はないこれでも、いや確かにね、渡部の場合、ギャップが多分大きいんだよな。なんかさ、 シュッとして爽やかな感じで売ってたっていうかさ。ええー、私そう思わなかったな <laughs> あ、それはだからやっぱりあれじゃないのその滲み出てたっていうかさ、<laughs> 感じ取っ,たっていうかすごい嫌なやつなんだろうなって思って見てました。<laughs> <laughs> いやほら、美味しいお店を紹介するとかさ。<laughs> え、それが嫌だったんですよ、なんか。その、 ギャップで、え、裏でそんなことやってた。これがだってさ、いかにも不倫してそうとかさ、いかにもトイレでそういうことしてそうな見た目のやつだったらさ、そこまでなんていうかショックは受けないんだろうけれど。 渡部っていうところかなもう全然相方さんの方が好きだったの。もともと。小島だよの方の人だね。この報道が出た時も小島さんがなんか泣いてたよね。なんかでね。これはじゃああれかな。小島さんとセットでガキツカに出てくる可能性もあんのかなうん。それでも嫌だな。小島さん一人でいいわって思っちゃう。 他の芸人さんがほぼフォローしてなかったんですよね、当時。もうだからそれを見た時に、あ、嫌われてんなって思ったんですよ。ああ、まあ人望がないってもあるんだろうな。うん、それはすごい感じたんですよね。有吉とかめっちゃいじってたもんな。<laughs> <laughs> 復活しても昔のキャラではもう渡部さんは売り込むの無理だから。いや無理ですね。 でゲスキャラで売るしかないよね。スタートラインにガキ使うを置いてんじゃねえかなと思うんだよな。その、誤って、もう昔見たく、その、なんだろうな、MC やったりとか、そういう美味しいもんがどうこうっていうキャラを一切捨てて、うん、どっちかのパターンだと思うよ。開き直るのか、誤り倒すのかっていう。でもさ、これ、お笑い芸人として誤り倒すとやっぱちょっと致命的なんだよね。うん ちょうど昨日もあのー、えっ、ー、と、論文のりょうさんか、が出てる番組、えっ、ー、とー、相席食堂っていう、あの、ち、ドどりのやつやってたんだけれど、それでゲストでまあ、りょうさん出てたんだけど、やっぱすげえ、まだちょっとこう、謝罪な感じが出てんだよね。自分を出せてないっていうか。 それをでもまあ逆に千鳥が俯瞰して見てるっていうシステムだからそこをまあいじれるのよ。うん、まだ、りょうさんちょっと謝罪の目をしてるとかっていうのが笑いになってるんだけれど、うん、でもね、あれだってもう1、2年事件経ってからまだそのイメージっていうか、うんうん、その元には戻れないんだっていうのを考えると、まあこれだからあれだよな。雨上がりの宮迫さんもそうだよな。ただ、 宮迫さんの場合はもう YouTube チャンネル頑張ってるからそう、完全にね、あっち行っちゃったからね。ユー、うん、YouTube にはだからそれがないからいいんだよな。その世間の目をあまり気にせずバカができるっていうかさ。うん、ただまあ、その芸人とか吉本からするとも相当気に食わない、まあ憎まれてると思うんだよね。だからあれなんですよね。出るのダメって。共演 NG 的な感じになってるわけだよな。でもなんかそこもね、 うん私はその吉本のやり方が気に食わないですけどね。あ、それで言うと、だから、渡部さんも、この、不倫の騒動の前まで YouTube やってたんだよね、確かチャンネルを。<ー>この、まあ、事件の後に、うん、更新しなくなって、まあ、チャンネルの、チャンネルの方も今どうなってるかわかんないけど、そっちには行かずに、まあ、テレビで復帰したいっていう、ことなんだろうからね、うん、これまあ。 今日、な、記者会見見てからでも、まあ、判断するのも遅くないのかなっていうのは、あるかな。まあでも、この、池袋などのパーソナリティ二人でも意見がここは違いますからね。そうだね。ってことは、まあ、単純計算で、まあ、世間的には半々ぐらいなのかなっていう。うん、半々半らし、い男女で違うだろうしっていう感じですかね。そ,そ,そうそうそう。それを考えたときに、その、テレビっていう、この、みんなが、 お茶の間で見る媒体として出れるかどうかっていうのは本当にまあ半々ぐらいだろうね今のところね。そうですね。無理やり出そうとすれば逆にこのガキツカのイメージが悪くなっちゃうからね。まあね、今日会見があるっていうことなんで <laughs> まあこの回もまあそれ見る前にねちょっと喋ってるんでちょっとまだこのガキツカどうなるかっていうのはわかんないんでね。はい。まあ見届けようかなと思って。 ていますっていうことでね、えー、渡部健さん、えー、謝罪会見のまあ決意も世間の渡部アレルギー収まらずというお話でございました浅川図です、えー、サブチャンネルもやってます浅川図のビデオで検索してくださいよろしければチャンネル登録お願いします